皆さんこんにちは、みたんです。今日はですね、このレベル上げにちょうどいい島というゲームをやってみたいと思います。ちょっとね、どういうゲームかわからないんですけど、ちらっと見たところ、なんだ、島を作るのかな。早速やっていきましょう。画面をタップ。なんか柱が現れましたね。なんだ、どうすんだ、こうか。おお、誰かいますね。誰かっていうか、妖精がいますね。お、押した、押した？ようこそ。ここは時空の狭間。そしてあなたは囚われの身。これよりあなたには重要な任務が与えられます。ほう？それは、重く苦しい道かもしれません。しかしあなたには運命を変える義務があります。何度も何度でも這い上がって戦うのです。では行きましょう。え、常夏の南の島へ行くんですか？あ、めっちゃなんか、島だ。さあ、たどり着きましたね。なんかいる。金魚？魚がいる。この島について説明しましょう。はい。はい。ほうほう。魔王城がめっちゃ近くにある。え、冒険者何？ここにいるの？どういうこと？この島には結構な頻度で冒険者がやってきます。彼らの目的はレベル上げです。ほう。というのも、この島は魔王城の近くに位置する島。魔王の討伐を目指す冒険者にとってレベル上げには、レベル上げにはもってこいの島なのです。へぇ。しかし今は見ての通り、モンスターも施設も少なく、はっきり言って島の形をしたゴミです。あ、めっちゃはっきり言うな。いいのか。そこであなたにはこの島を冒険者たちのレベルがガンガン上がるような島に成長させていただきたいのです。へえ、なるほどね。モンスターを配置してもよい、いろんな便利な施設を建ててもよい。すべてはあなたの自由です。ただし10日ごとに勇者一行がこの島を訪れます。勇者とは最も強い人類の希望の存在。勇者が魔王に敗れた時、人類は終わりを迎えると言われています。よって彼ら勇者一行がこの島で十分な経験値かなを獲得できなかった場合、勇者たちはレベルが足りず魔王に敗れ世界が滅んでしまいます。世界の運命はこの島、そしてあなたにかかっているのです。へー。冒険者に経験値を与え、魔王に負けないほどに強くする、そんな島を作るのです。島を作るのか。では始めましょう。始めましょう。はい。おう、島の名前を決めよう。何しよっかなー。みたん。みたん島。かわいいな。みたん島。みたん島で、はい。いいです。10日目に勇者一行がやってきます。勇者一行が200ポイント貯められるよう、島を成長させ、2000、200じゃない、2000ポイントか。はい。どうするんだろう。1日目。なになに？報酬をもらえる。ランダムで選ばれる。配置かな？配置をします。戦闘フロア、施設フロアの2種類。戦闘フロアかな？この2つが。で、施設フロア。はいはい。モンスターを置きましょう。ここに行けるのかな？ちょっと待って待って。この辺に置くか。へぇ、好きなとこに置けるんだ。フロア選ぼう。どうしようかな。こういうの？あ、破棄中？どこだろう。所持モンスターいないじゃん。今いないのかな？何も。何も置けない感じかな？ちょっと待って。行動ってなんだ？様々な行動を行います。行動、多分やってればそのうちわかります。そんなんでいいのか。新たな行動を入出する。モンスターを召喚する。モンスターいいんじゃないかな。モンスターにしよう。
スライム、あ、これスライムか。ポメラニアン？繁殖とかできるんだ。モンスターが2体生成される。なんかないかな。あ、同じモンスターでもスキルが違う。値切り？どういうこと？支払いが減る？おー、なるほど。なんかよくわかんないけど、このポメラニアンが4レベなので、ポメラニアンにしましょう。でも置けないんだよな。フロアを設置していっても、モンスターを置きたく、ハキじゃない、ハキじゃない。もういっか、とりあえず、あ、終わった？次の日かな？2日目。フロア欲しいんだよな。フロアって選べないの？ないんだ。フロア欲しいな。行動かな。あ、これか。フロア獲得。なんかガチャやってるみたいな。あ、勇敢を一歩する。幸福を2。運命の戦い。戦闘から逃げなくなる。これでいいんじゃん。これを、このいい感じのところに配置しようかな。これを配置して、OK。モンスターを、ポメラニアンを置きます。いいね。これは変化。あ、これでいいか。はい。で、OK。あー、もう一個行動したら、日が経つのか。どうしよっかなー。これってもう呼んじゃうってことかな。どういうこと？冒険者か。ちょっと呼んでみるか。ふんふん。おー、来た来た。いらっしゃいませー。なにこれなにこれ。なにこれなにこれ。タップした冒険者に回復する？回復してんのか。幸福を与える。あー、テイストできるってことか。563ポイントか。報酬がもらえる。なんだこのモンスター。あ、これにしよう。経験値倍フロアっていうよね。でもこっちがいいな。こっちにしよう。で、配置しようかな。ここでいいかな。あ、フロアがないんだ。オッケー。フロア欲しいな。この子は良かったね。よし、これで、とりあえず、OK。ひゃー、もう時間がないぞ。どうする？行動に、あー、行動1個足りないな。うんで、フロア強化するか。確か、このフロアかな。このフロアはどう？あ、道場にすればよかったかな。なんか。さあ、勇者が来るんじゃないですか？難しくない？配置もないし、か。これなんか真ん中の方に集めた方がいいとかあるのかな？なんかさっきいっぱい動いてたから、なるべく、こう、近場で、あ、違う違う。近場で全部できる感じにして、こうね。で、これも、移動。こんな感じにしたらいいんじゃないかな。オッケー。よし。稼げないとゲームオーバーって書いてある。はぁ、あ。奥義を選んで島をタッチすると良い効果が起き、良い効果が起きますよ。奥義だ。これか。お金足りないって言ってる。お金ないの？どうでしょう？
めっちゃ画面動く。出るか。どうだ。おお、え、いったよね。お、2000、やった。超えることができた。勇者たちの行方を見守ろう。お、頑張れ。すごい激しい戦闘が行われてる。やったー、おめでとう。勇者たちは魔王に勝利した。よかったー。モンスターがレベルアップした。何これ、旅行マニ、旅行、でもお金は必要。何スキル、愛くるしさってかわいい。んで、また来るのかな。あ、10日刻みで来るからこんな感じでってことか。6000。なるほどね、こうやってやる感じか。んで、放置じゃない、配置して、今何列目だっけ。一応モンスター置いとこうかな。フライム、うん、今日で20日目だ。今日は勇者一行がやってくる日。経験値を6000以上稼ぎましょう。あ、6000でいいのか。なるほどね。はい、じゃあいらっしゃいませ。来たぞ、頑張れ。すごいパワーレベリング。もう画面が動くのがちょっとやりにくい。お、6000いった。オッケーオッケー。いい感じ、いい感じ。いいね。さあ、頑張ってください。魔王をさ、復活するの早くない？さっき倒したのに。10日で復活するってことでしょ？よーし。レベルアップした。タンポポ、かわいいな。道具屋さん。ランダムで購入する。道具屋さんを設置しよう。とりあえずいっぱいにしよう、このフロアを。どうしようかな。冒険者の数が増加するのか。とりあえず展開して、どんどん増やしていく感じね。20日ごとに宝物を獲得できます。なんだこれ。初期値が一時起こせる。なんかこれにしようかな。宝物。フロアは持ってないか。糸、あれ、違う。フード。とりあえずこれでいいかも。でも今日はどうしよっかな。召喚してもフロアがないから、やっぱり今日は冒険者かな。全体のレベルを上げましょう。お、これでいいかも。なるべく最初に戦闘させた方がいいかな、これ。結構スコア伸びてる気がする。そうでもない？お、いい、いい。うん、うん、うん。ハイスコアだ。いい感じですね。で、これいいな。このフロアと、これも移動して、移動して、ここにさっきの2倍フロアでしょ？怪人をね、なんか、2番目に強いぐらいの怪人を置きたい。怪人って、モンスターね。モンスター。巨人かな。この巨人外して、
こっちに行きましょう。で、ここ普通のエリアにモンスター。こっちかな？スライムを置いて、OK。さあ、30日目。2万なんですよね。いけるかな？来たで、勇者。頑張れ。勇者のレベル上げを応援するってなんか不思議な感じですよね。自分が勇者になってとかはまあわかるんですけど、だってかなんか全然こっち行かなくない？あ、行った行った。待って待って、全然届かない届かない。ハイスコアだけど全然届かないんだけど、マジか、無理じゃない？いやー、怖ー。いや、ダメでしょ。勇者たちは全滅した。30日目で終了、終わっちゃうんだ。そっか、ゲームオーバーって言ってたもんな。残念。難しいですね、意外とこのゲーム。めっちゃ順位低い。おしまいか？もう引き継げないのか？わっ、あ、最初から競う感じなのか。こうして勇者を破れ、人類は魔王に敗退し、世界は滅んでしまった。なんだって。なんとガチャチケットを1枚手に入れた。そんなあったっけ？ミタン島の記憶。なんか、エモい。いや、ガチャがあるし。なんだ？それはガチャ。ガチャはガチャチケットを使用することで、回してランダムで宝物を獲得することができます。ガチャチケットは世界が滅亡し、この空間に来た際に、島の到達日数に応じた枚数を獲得できます。1枚って言ってる。チケット5枚でガチャ。じゃあいっぱいいろんな島を、なんだ、作って勇者たちを導かないといけないって感じか。なるほどね、そういうゲームか。なかなかこうやりごたえというか、なんて言うんだっけ、こういうのって、やり込みがいがあるゲームですね。なるほど、今回はここまでにしておきましょうか。なかなか楽しかったですね。面白い。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。みたんでした。バイバーイ。